皆さんこんにちは、西岡明彦です。この試合は福西崇史さんと共にお送りします。はい、今日もよろしくお願いします。本日の試合は川崎フロンターレ対サンフレッチェ広島のカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。同じく攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。サンフレッチェは数多くの代表選手を育成しています。全員クラブに残っていればと思うことはありますが、戦力を維持できている点も素晴らしいと思います。福西さん、この選手は今季限りでの引退が噂されていますね。はい、出場機会も減ってきていますし、年齢的にも厳しくなってきたのかもしれません。広島のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。青山敏弘、車屋慎太郎、エウシーニョ、中村健吾、登里恭平。危険な位置です。緊張感が増してきます。相手に渡ります。これはいいぞ。自分で行くしかない。パトリックゴールだ。ファーストシュートはファーストゴールとなりました。これはキーパーも止められません。別のアングルからご覧ください。前半9分、試合が動き出しました。大島亮太、ここから先の出しどころに苦労している様子です。これは面白い。フロンターレが PK をもぎ取りました。いきなりイエローが出されています。この後激しく行きづらくなりますから、この時間帯でのカードは痛いですね。止まった、止めた、止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。見事に PK を止めました。止めましたが、素晴らしいセーブですね。ボールの動きが激しい。
大島亮太。川崎の攻撃です。ディフェンスが小林優ゴール。ボールはネット低い位置に飛び込みました。同点で試合が再開されます。こちらのカメラからの映像です。サイドの柴崎光成に渡った。ボールはどうだ。パスを2人で交換します。ルーズボールになっています。青山敏弘。ボールと人がうまく連動しています。勝ち越しゴール来るか。まだまだです。チャンスになりそう。スルー。小林優キーパー弾く。キーパーに近すぎました。通れば面白いパスでした。中村健吾、危険な位置です。緊張感が増してきます。シュートだ。シュートコースがありませんでした。パトリック、これはいいぞ。フロンターレが攻めに出ます。決まるか。ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。今日はこれで2ゴール目。ハットトリックもあるんじゃないですか。別の角度からご覧ください。青山敏弘。三輪大輝。大島亮太。小林優。切り裂けるか。柴崎光成。チャンスを狙っています。パトリック、ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですが、前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。
選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちもわかります。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。さあスタジアムのテンションが上がります。柏義文、水本博樹、ゴールキーパーがボールを抑えた。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。エウシーニョ、サイドからの攻撃へ向かいます。非常に美しいパス回しです。じっくりと出しどころを探します。中村健吾、決まった。素晴らしいシュートだ。圧倒的内容で試合を支配しています。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。別のアングルからご覧ください。青山と白、サイドの柴崎光成に渡った。森崎和幸、ちょっと消極的なパス回しです。タッチが乱れ、これはいい位置でのフリーキックです。何をやってくるでしょうか。ここで交代となります。この間にこの選手がゴールを決めた瞬間の映像をご覧いただきましょう。置きに行ったようなシュートが左下へ、ボックス内からですね。ボールはディフェンダーの元へ。ここはサンフレッチェのコーナーキックです。この選手ですが、ここまでの活躍は見事ですね。分析するとよくわかります。今日の活躍を見ても、相手のキーパーを困らせていることは明らかですね。ゴールを決めた後でもどんどんゴールを脅かしていますね。頼もしい。ボールを回しますが、なかなか崩れません。パトリック、スローインとなります。今日は素晴らしい活躍を見せました。ここで休ませるようですね。ここで交代ですね。この選手、今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。見事でしたね。チームの中心として働いていましたよ。
振り抜いた。チョン・ソンリョンがセーブ。いい形でゴール前まで持ってきました。中に人は、キーパーの守備範囲でした。三輪大輝、ボールを失った。エドアルド・ネット、慎重に攻撃を組み立てています。クロス来た。キーパーに近すぎたようです。森谷健太郎、川崎の攻撃です。車屋慎太郎、ボールを奪い返しました。ボールを失いました。エドアルド・ネット、ここはボールを奪取しました。ゴールキーパーがうまく前に出ました。決定的なパス、パトリック、キーパー弾く。キーパーも参加してのコーナーキック。このコーナーに全力を注ぎます。来た、しまった。ここでホイッスル。川崎フロンターレが見事な勝利を挙げました。シーズン初戦でしたが、つまずいてしまいましたね、福西さん。そうですね。でもまだ初戦です。取り返す機会はありますよ。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。